こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。世界で脱中国が始まっている状況下、英国空母クイーンエリザベス空母が F-35B ステルス戦闘機を満載状態でクロスデッキ運用を開始している。日本の護衛艦いつももこんな状況になるんだなと感じた。独自運用できるまでは訓練できるので、やはりクロスデッキは。いい考えだろう。では、今回クロスデッキ運用にスポットを当ててみていきますね。クロスデッキ、クロスデッキというのは空母の共同利用のことです。日本でもクロスデッキの運用をしますが、それより先にイギリスが、クイーン・エリザベス空母で運用を行うそうです。では、イギリス女王の名を冠した輝かしい空母クイーン・エリザベス上での F-35B 戦闘機の運用について、詳細に見ていきましょう。2020年9月22日、イギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベス上に、アメリカ海兵隊所属の F-35B ライトニング2戦闘機6機が着艦しました。これによって、イギリス空軍の F-35B を含むと、合計14機の艦載機化が、実現したことになりました。アメリカの F-35B を艦載したことによって、クイーン・エリザベスは、予定された数の F-35B を確保できたことになります。その後、母港ポーツマス港を出港し、北海方面に向かったと言われています。この航空母艦クイーン・エリザベスの動向に注目が集まったのは、イギリスとアメリカ両国の F-35B ライトニング2戦闘機が同一の艦を母艦にしたクロスデッキ運用をスタートしたことが理由です。前述の通り、クイーン・エリザベスにはイギリス空軍第617中隊ラムバスターズに所属する8機の F-35B とアメリカ海兵隊第3海兵航空団に所属する VMFA-211 が6機、合計14機の F-35B ライトニング2戦闘機が収容されました。ところで、ラムバスターズというのは一風変わった名前ですよね。ゴーストバスターズを連想した方もいらっしゃるのでは？実は、この617中隊は、第二次世界大戦中に、ドイツの工業地帯のダムを、破壊したことから、呼ばれるようになったそうです。ドイツの重要なエール工業地帯のエーデルダムを破壊し、ドイツの戦力を、削いだと言われています。クイーン・エリザベスには、この他にイギリス海軍所属の、対潜水哨戒用ヘリコプター、マーリン HM-1 が8機搭載されました。これによって、2017年の就役から3年後、やっとクイーン・エリザベスの、艦用にふさわしい艦載機が揃ったことになるでしょう。マーリンという名前を、アーサー王伝説に出てくる預言者として、知っている方も多いと思いますが、実在の人物ではなく、複数の人間の特徴を合わせたキャラであると言われています。クイーン・エリザベスは、
NATO 加盟国の多国間合同訓練。ジョイントウォリアー2020に参加するため、ポーツマスを出港しました。この他に、駆逐艦6隻、フリゲート艦等を突き従え、堂々たる威容を示しました。クイーン・エリザベスは、ようやく本格的な空母打撃群を成すことになったのです。とは言っても、アメリカの大型原子力航空母艦を要する空母打撃群と違う点があります。それは、クイーン・エリザベスが艦首にスキージャンプ方式の発艦システムを採用していることで、このため、固定翼を持った早期警戒機を運用することはできません。このため、哨戒任務を担うのは、前出のマーリン HM1 などではないかと想定されますが、固定翼機のような広範囲な索敵機能は期待はできないようです。つまり、行動範囲が制限されてしまうのですが、これは仕方のないことかもしれませんね。それでも、イギリスが本格的な空母打撃群を運用するのは30年以上ぶりのことですから、ヨーロッパでは唯一の存在だったフランスの航空母艦、シャルル・ド・ゴールを補完することが期待されていることは間違いないでしょう。ちなみに、シャルル・ド・ゴールは言うまでもなく、フランスの第18代大統領で、第二次世界大戦ではレジスタンスの闘士として、敵国ドイツと戦った軍人としても有名です。シャルル・ド・ゴール広場やパリ郊外に、この人の名前を冠した空港もありますから、フランスの中では絶対的な尊敬を集めた人物と言えましょう。本題に戻ります。イギリスはなぜ長い間空母打撃群を運用しなかったのでしょうか？様々な事情が推測されますが、まずはかつての艦載機だった垂直離着陸型の艦上戦闘機、シーハリアーが2006年までに全て退役してしまったために有効な艦載機が見当たらなかったということが理由とされています。ロッキード・マーチン社が F-35B ライトニング2戦闘機を製造し、イギリスがこれを購入したことによってクイーン・エリザベス航空母艦にふさわしい艦容となったとも思われますから、F-35B がなかったら実現できなかったと言えるでしょう。一説では、クイーン・エリザベスはもともと F-35 ライトニング2戦闘機、カタパルト仕様の C 型を艦載機にする予定で建造が進められていったのですが、開発が遅れたために、C 型を諦めて B 型にしたという経緯もあるそうです。紆余曲折はありましたが、クイーン・エリザベスはイギリスの空母打撃群を復活させることになりました。しかし、イギリスの軍事予算が非常に不足していたため、自国のみで艦載機すべてを購入するのは困難だったのです。ですから、アメリカとの共同となったわけです。余談ですが、軍事経費が不足しているのは、イギリスに限った話ではありませんね。こうして、
イギリスとアメリカの利害関係が一致したためにクロスデッキ運用という形が生まれました。アメリカは自国の強襲揚陸艦だけでなく、新たに F-35B ライトニングに戦闘機を運用するための母艦を手に入れたことになります。何かの際に自国の船だけでなくイギリスの船にも着艦できるというのはパイロットにとっても心強いことでしょう。ちなみにアメリカの強襲揚陸艦にはスキージャンプ方式の発艦システムは採用されていません。いつもと違う慣れていない方式での5階へ着艦となるわけです。しかし逆に言えばアメリカ海兵隊にとってはクイーン・エリザベスからの発着艦は貴重な経験、ノウハウとして将来的に活用されるものと思われます。逆にイギリスにとっては F-35B ライトニング2戦闘機の運用は初めてです。一方アメリカはすでに導入済みですから、アメリカ海兵隊の飛行技術をイギリスの搭乗員たちに習得させることもできると考えられます。総じてクロスデッキ運用はアメリカ、イギリス両国にとってメリットがあるのではないかと見られています。この状況は護衛艦いずも、加賀を改修して航空母艦化を目指している日本の海事や空事にも大変貴重な情報になると思われますし、やがては日本とアメリカのジョイントも考えられていくでしょう。最終決定は未だですが、合同軍事演習ジョイントウリアー2020への参加をきっかけとして、クイーン・エリザベスは複数の演習に参加すると推測されています。来年2021年の極東方面への派遣路線も濃厚視されているそうです。クイーン・エリザベスの2番艦であるプリンス・オブ・ウェールズは2019年末にはすでに就役しています。でもアメリカとのクロスデッキ運用計画は報道されていません。しかしクイーン・エリザベスでの運用結果によってはプリンスオブ・ウェールズでの運用も考えられているのではないかと見られています。いずれその情報が公開される可能性が高いのではないかと関係者は考えているようです。もし仮にクイーン・エリザベスの極東派遣が正式決定した場合、2番艦のプリンス・オブ・ウェールズはヨーロッパに泊まると思われますが、ロシアに対してそこまでの警戒が必要かという疑問の声もあるようです。女王が極東へ、皇太子が自国の守りというわけでしょうか。振り返って日本です。護衛艦伊豆、元加賀を航空母艦に改修して運用する。場合には、今より対潜哨戒戦力が減ることが予測されています。個人的な意見ですが、対潜哨戒能力を底上げするためにも、プリンス・オブ・ウェールズで日本とイギリスのクロスデッキ運用の可能性にも期待したいところです。